いいという、こういう段取りになっていたようでありますが、こんなようなことをやっていた比叡山の、まあ、先輩のお坊さんたちが、まあ、何人か記録に残されておりまして、そこに一人挙げておきましたが、天台座主、座主と今も ありますが、座主と書いて座主と読みます。まあ、比叡山延暦寺の管理のトップですね、を座主と言います。だから大変偉い人なんですけれども、この天台座主の円照という人が、やがてお亡くなりになる少し前に、三七日の間、これ三十七日ではなくて三七二十一日間ということですけれども、三七日、二十一日の間、不断念仏を弟子たちにやらせたと。まあ、そういう弟子たちの念仏を唱える声の中で、朦朧として、まあ、息を引き取るということであります。死に際の人が何を考えているか、なかなかこれはどう思っているかとか、何が目に浮かぶかというのは、まあ、なかなか聞けませんけれども、きっと安心して極楽に行けると思いつつ息を引き取っているに違いないと、周りの人は勝手に想像するんだろうと思うんですけれども、そういう中でですね、彼は、亡くなったと。これはきっと極楽に行ったに違いないというふうに、まあ、最初の方の話じゃありませんけど、周りの人がそう思いまして、後で、極楽に往生した人々の伝記集の中に彼も、まあ、残されることになります。まあ、こんなような人もおりましたのでですね、おりまして、比叡山のお坊さんの間ではこの山の念仏というのが、原神よりももっと前、100年も前からですね、行われていたと。これの影響といいますか、こういう環境ですねを、やはり一つ考えておかなければいけないだろうと。それから目を、まあ、山からですね、その下界の方ですね、平安京の方に転じますと、先ほどのその荒野、空野ですね、これが活躍をしていたと。940年前後をですね、どこからともなく都にやってきます。空野の伝記というのもあります。それはそのままでは信用できないんでありますけれども、なんとか天皇の御落胤とかっていうようなことを書いたものもありますけれども、大体はまあそうじゃなかろうと思いますが、得体の知れないと言いますか、よく素性のわからない人だと思います。で、940年前後と言いますと、日本のですね、東西に地方ですけれども、地方で戦乱が起きていた、昌平天行の乱とよく教科書などに出てくる事件が起きていた、武士の歴史上こう最初の頃ですね、登場するそういう事件でありますけれども、平将門とかですね、藤原住友とかという、で都にもそれはそこそこ その影響を及ぼしまして、まあ、不穏な状況であった。そういう不穏な社会情勢の時にですね、さなかにどうも、この空也という人は都に来たようであります。それから亡くなるまでの、まあ、30年、ちょっとぐらいでしょうか、都を中心とした宗教活動を展開していると。でその空也の伝記を見てみますと、天行年間よりあとはそこにちょっとだけ2、3行書いておきましたけれども、天行年間ですね、938年から947年が天行という年号ですが、それから以後、つまり空也が都に入ってきてからあとですね、彼の宗教活動の結果、あちこちに道場、集落があるわけですが、そういうところで念仏を唱える人が急に多くなったと。念仏三昧を修することですね、多くなった。まあ、稀ですから、それ以前はなかったということですね。それ以前は少なかったけれども、急に多くなった。商人愚女多くこれを意むと、まあ、これの意味するところはまあよく分かりませんけども、空也のことをあまり関心持たない人たちですね、いう人たちはまあ帰って隠居でいたと、しなかったけれどもというふうに、
取りたいと思いますけれども、しかし、彼の考えを受け入れる人たちの間で、この念仏が、空也風の念仏がですね、どんどん広まっていて、あちこちで念仏三昧を修すること、人々が増えてきたと。で、これはそこに、義重の安種、日本往生極楽記というふうに書いておきましたが、出典なんです、これは。義重の安種、ちょっと舌を噛みそうな名前なんですが、義重の安種という人が書いた日本往生極楽記、本のタイトルからお分かりかと思いますが、我が国で極楽に往生した人の伝記を集めてですね、42人ほどいますけれども一冊にしたもの、こういう意味です。ここに空也の荒野のが取り上げられておりまして、極楽に往生した人となっているんですが、その中に出てくる、文章の一部分であります。で、さまざまなことをいたしますけれども盛んに人々に念仏を勧めると、極楽に往生させるための念仏でありますけれども、それ以外にも例えばその、ここを掘れば水が出ますよというようなことでですね、井戸を掘り当てるですね、これやっぱり都に入ってくる前のいろんなその宗教体験というのが多分あるんだろうと思いますね。自力で生きていかなければいけませんから、少々熱が出ても何かこの草をですね、揉んでか、舐めれば治るとかですね、そういう自分で自分をちゃんと守るというか、水だってこの辺を掘れば出てくるかもしれないとか、心当たりの水は大丈夫、飲めそうであるとかですね、そういうような知識や知恵を持っていたに違いないわけですね。でそういうような体験や知識を生かして都に入ってきてその、井戸をですね、掘り当てるとか、それでその井戸を阿弥陀の井と呼んだというふうにありますけれども、そういう直接念仏と、関わりがないようなですね、しかし人々の生活には役立つようなですね、そういうようなことでもでも、信仰を勝ち得ていた。あるいはですね、この伝記を見ていきますといろいろ書いてあるんですけれども、蛇に飲み込まれようとしたカエルを助けようとして蛇に対して説法したというのがありますね。やめなさいというわけですね。で、我慢させたとかですね、それから新泉苑という泉のこう湧いているですね、神聖な場所がありまして、今はほんのわずかその跡が残っているだけですけれども、そこに狐が住んでいて、京都のこれ街の中の話ですけれども狐が住んでいた、その狐が化けて女性になって、荒野に関係を迫るというような話が書かれていたりですね、念仏と、それほど直接には関わらないような、話であります。当然断るわけですね、であるとかですね、あるいは彼の信者どんどん増えまして、相当位の高い貴族の中にも、信者になる人がいたようでありますが、その人が亡くなったときに、葬儀が行われて、そこで空也はその葬儀を取り仕切るわけでありますけれども、その時にですね、地獄のその閻魔様宛てに、今度こういう人が行くことになるかもしれないけれどもよろしく頼むといったような、手紙を書いて大きな声で読み上げて、燃やしたというですね、パフォーマンスですよね自分は地獄の閻魔様にもつてがあるんだというようなですね、こういうようなことをやります。だから原神のように静かな環境で満願の書を読んで、学問をしてというタイプとは全く正反対なんですね。とにかく人の中に入っていってさまざまなことをやって、いわゆる御利益ですね、御利益を現実のその御利益ですね、生活の足しになるような、そういうことをやりつつですね、念仏を進めていったような、こういうタイプの人であった。タイプとしては、全然正反対のような気がいたしますけれども、しかしもう一つ大きな枠でですね、浄土信仰とか念仏だとかっていうことを考えたときに、その空也のことを無視するとか軽視するってことはやっぱりできない。